8月4日ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド佐賀が行われました。トライアルラウンド佐賀のナレーションはグリーンチャンネルバンデカチューマ探してみませんか、出演中の私津田まりなが担当いたします。まずはトライアルラウンド佐賀の出場騎手をご紹介しましょう。地方競馬所属騎手は笠松競馬場所属の東川慎です。ファイナルラウンド進出できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。名古屋競馬場所属の塚本誠吾です。東海地区の底力を見せつけます。応援よろしくお願いします。兵庫競馬所属の大山龍太郎です。ファイナル目指して頑張ります。よろしくお願いします。兵庫競馬の大見大輝です。ファイナル出場目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。佐賀競馬の金山翔馬です。今年が最後のヤングジョッキーズシリーズになるので、出し惜しみせず精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。佐賀競馬所属の貨物浅です。ファイナル行けるように頑張るので応援よろしくお願いします。佐賀競馬場所属の中山亮です。ファイナル行けるように頑張るので応援よろしくお願いします。佐賀競馬場の山田芳樹です。ファイナル行けるように頑張りますので応援よろしくお願いします。 JRA 所属騎手は川端海人騎手、長島真奈美騎手、古川奈穂騎手、松本博樹騎手の4名。トライアルラウンド佐賀は地方競馬所属騎手が8頭に、 JRA 所属騎手が4頭に騎乗する12頭立てで行われました。それではレースをご覧いただきましょう。2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド佐賀第1戦はダート1400メートルで争われました。一番人気は JRA 長島真奈美騎手騎乗のミレッシモ、二番人気はJRA 川端海人騎手騎乗の栄新北斎、3番人気は愛知の塚本誠吾騎手騎乗 OK ナイトでした。係は離れてスタートを切りました。まずまず揃った飛び出しです。先行集団が広がりますが、11番ウィンパーチェ、4番ミレッシモ、ミレッシモウィンパーチェ、5番アイフレンズ、6番アプロフォンディに2番ナレディ、後位から少し離れて12番アービターがいます。あとは10番名称開口、その後ろ7番 OK ナイト、うち3番栄新北斎、左右中後ろが8番トゥオトゥオ、外目を回って9番クロステイヤ、大外1番ノーデザイア。後方集団先頭から10馬身ちょっとの差、第2コーナーのカーブ、4番長島真奈美の逃げ、長島真奈美の逃げ、ついてくるのは5番大見大輝、6番松本博樹の5枠の2名、その後4馬身以上の差、11番貨物馬差、抜くのは2番金山翔馬、ついていくのは12番山田義樹と7番塚本誠吾です。その後のグループに現在3番の川端海人がいます。3番栄新北斎中段の後ろの方です。3コーナーから4コーナーへ、さあ第4コーナーカーブ、4番ミレッシモはリードを広げた、ミレッシモリードを広げた、4馬身のリードを取りました。長島真奈美もう6馬身のリード、6番アプロフォンディ松本博樹が2番手に上がったようだ。そして11番ウィンパーチェ貨物翼が3番手集団の一角、そして外から追い込んでくるのは10番の名称開口、名称開口大山龍太郎が2番手に上がるのか、長島真奈美圧勝。2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド佐賀第一戦、一着は単勝オッズ 1.9 倍の人気に応えた JRA の長島真奈美騎手、二着は9番人気馬を持ってきました兵庫の大山龍太郎騎手、三着は JRA の松本博樹騎手でした。人気しとっとくね。
前走乗っていたジョッキーの方にお話を伺ったら、本当に少しゲートの中がうるさいだけで、あとは直線向いてからもしっかり伸びて頑張ってくれるというふうに教えていただいていて、調教師の先生の方からもスタート良かったら前行って、そんな被らなかったら頑張ってくれるというふうに教えていただいたので、そういう形で競馬を進めれたらいいなと思っていました。花切って砂被らない位置になるとすごい力ある馬だなと思ったので、ちょっと競りかけてこられても強めに主張、逃げは私が取れるように主張していきました。途中で後続馬が少し上がってきた雰囲気はあったのですが、馬自身がすごい集中していい手応えで走ってくれていたので、あまりせかすことなく残り2ハロンぐらいで追い出すように心がけました。本当に最後まで馬が頑張ってくれたという一言なのですが、私自身がちょっと初めての競馬場でどのあたり通ったらいいのかとか、そういう戸惑う面もあったので、馬にちょっと負担かけてしまうレースではあったのですが、しっかり馬がカバーしてくれたので馬に感謝したいなと思います。去年ファイナルラウンドには出させていただいたのですが、いい結果を出すことができなかったので、今年もファイナル進めるように頑張っていい結果出せるように頑張りたいなと思います。ちょっとなんか反応悪かったんで、結構無知、はい、細かく使って反応試してたんですけど、直線だったら結構勢い良かったんで、そこははい、馬に感謝したいです。ポイント獲得できて嬉しいです。はい、次のレースも頑張ります。まあいいとこつけれたんで、そこでじっとして、まあ、前が速くなったんで、まあ相手強かったんで、まあ勝ちはなかったにしても、まあ4着もちょっと、まあでもまあいいじゃないですか。いや結構流れたと思いました。あのクラスにしてはですね、まあでも良かったです。5着まあとりあえず着拾えたんで、まあまずはファイナルに向けての第一歩と、まあまずまずの一歩を踏み出したんで、まあ次またそうですね、頑張ります。はい、ちょっと内入ったんですけど、途中で手応えなくて、救ってやろうかなと思ったんですけど、意外と渋くて入んなかったです。次は全力で騎乗して着拾って、最悪でも着拾ってこれるように頑張りたいです。外回りすぎちゃって、まあいつも通りの笠松みたいな感じでこう外回りすぎちゃって、外回ればいいってわけじゃないですね、なんか難しかったです。外回りは伸びるってわけでもないし、まああの馬は4コーナーで一足しか使わないって言われたので、最後までギリギリまで持ったまま馬の能力を、はい、直線に向けて引き出せました。まあ外目から追走して、まあある程度前には行きつけたかったんで、中段のところまではつけれたんですけど、向こう正面からもう追った時にもう手応えがなくて、もうしまいはそうですね、一足かけたらまだワンチャンあったのかなっていうのは、まあたらればの話ですけど、そういう感じですね。続く2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド佐賀第2戦もダート 1400m で争われました。一番人気は地元佐賀の鴨翼騎手騎乗ロンドン熱、二番人気は兵庫の大山龍太郎騎手騎乗オールマイライフ、三番人気は JRA 松本博樹騎手騎乗のシルクハットでした。スタートを切りました。まずまず揃った飛び出しです。馬群の中の方から6番北のインスパイア、内の方から2番グリーンバ、外からは10番オールマイライフ、その後ろのグループ11番12番のノボパニコと3番ロンドンネス、そして1番名称軽装並ぶのは11番シルクハット、中の方には9番カシノネメシス、8番チャンカパーナがいて4番 K2 シリング、これが中段の後ろ。おしまい2頭は5番ボートフィリップ、7番ディオアルバ、前から後ろまではちょうど10馬身差、第2コーナーのカーブ、2番中山レオ、10番大山龍太郎、その差が全くなくなっています。
3番貨物バッサー、6番塚本聖吾、外を通ってくる11番松本博樹まで後位グループ、1番川端海人が集団の前にいて、12番金山翔馬、そして9番長島真奈美がいて、内から一気に5番山田芳樹、内から一気に山田芳樹、中段の集団から山田芳樹が駆け上がりました。4コーナーのカーブ、3番ロンドンネスが先頭に変わった貨物バサ、2馬身のリードを取りました、2馬身半のリードを取りました。そして10番オールマイライフ大山龍太郎、外11番シルクハット松本博樹、内を待って5番ポートフィリップ山田芳樹、あと200メートル、2番手集団3頭広がった、あと150メートル、3番ロンドンネス貨物バサー2馬身のリード、5番フォートフィリップ山田芳樹が内から迫る、山田芳樹が内から迫る、しかし体半分差、ゴールイン、1着3番ロンドンネス。2022ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド佐賀第2戦、1着はこちらも単勝オッズ 1.9 倍の人気に応えました佐賀の貨物バサ騎手、2着は単勝オッズ 149.8 倍の最低人気馬を持ってきました佐賀の山田芳樹騎手、3着は2戦連続で JRA の松本博樹騎手でした。もう単純にもう馬をやる気にさせることができなくて、まあ、最後直線こう少しちょっと空いたんで、間隔が空いたんで砂かからないところにいたんで、直線最後ちゃんと馬頑張ってくれたんですけど、まあ、うまく乗れなかったです。まあいい経験だなと思いました。楽しかったです。まあ番手は取りたかったんですけど、ちょっと取れなくて、そこからちょっとちぐはぐな感じにもなっちゃったんで、そうですね、それが改善点ですかね。ちょっと悔しい気持ちがあるんで、これをバネに名古屋競馬でもっと頑張りたいと思います。名古屋競馬といえば、今年のファイナルラウンドの舞台の一つが名古屋競馬場。名古屋の騎手としてはもちろんファイナルラウンドに出たいっすね。まあなんとしても2戦目名古屋結果残すしかないです。ご清聴ありがとうございました。馬の癖がちょっと制御できないっていう馬っていうのを聞いてて、結構折り合いつけることを、ね、あの計画的に乗ろうと思ったんですけど、自分の技術不足で折り合いつけなかったんですよ。2番手つけたんでいい位置にはつけたと思ったんですけど、ちょっと最後力尽きてしまったので、馬のもうちょっとそこ考えて乗りたかったなっていう反省点があります。園田以外の競馬場初めてなんですよ、遠征が。なんですごいなんかいろんな経験ができて楽しかったし、いい経験になりました。はもう何にも考えてなかったですけど、もうただ馬をその砂かぶって最初あんま進んでなかったんで、もう打ち入れてただ追ったら、もうただ馬が伸びてくれたんで、はい、逃げていったんですが、そのまあ直線少し止まってしまったんですが、その馬に合った動きができたんで、まあ悔いはないです。やっぱ中央の乗り役さんとかとも交流して、なんか新しい感覚でした。少しでもポイントを稼げるよう、その全力で頑張っていくので応援よろしくお願いします。なんですかね、 1,2 コーナーごちゃごちゃしてしまったんで、そこだけちょっと悔しいですね。やっぱあそこ行ってしまった方がよかったかな、まあ、ちょっと悔いが残るレースでした。2レースは5着で何ポイントぐらいですか。まだトライアルラウンド1箇所を終えただけなのに、獲得ポイントを気にするのは金山騎手だけですよ。いやマジですか。いや気になるじゃないですか、やっぱ最後ですし今年。 あととりあえずカモおめでとうカモおめでとうそのカモ騎手のインタビューです。今回先行馬が
結構いる構成だったので控えて行こうと思ってたんですけど、ゲートを切る直前ちょっと潜った形で出たんで2カンポ、1、2カンポ遅れた感じになったんですけど、そこだけがちょっとプランと違った感じですね。あとはまあ馬の能力が抜けてることは分かってたので、僕は邪魔をしない感じに乗れたらなと思ってて、まあ、結果勝てたんで良かったです。で向こう上面は早かったですね。僕が早く仕掛けた分もありますけど、最初ハマっていく馬なんですけど、最初出遅れた分、ハマっていかなかった分が向こう上面で馬のやる気がいきなり入ったんで、そこだけちょっと馬との呼吸が合わなかったです。もう一安心です。一安心の一言につきますけど、もっと理想では自分の手の内の中で競馬させた中で勝ちたかったっていうのが本音です。普段乗ってる先輩方とは全く違う感じのレースにもなるだろうし、これからもより一層気を引き締めて上位に行けるようにポイント稼いでいきたいなと思っています。名古屋では自分の騎乗ができるように落ち着いて焦らず周りを見て競馬ができるように頑張ります。よろしくお願いします。2022ヤングジョッキーズシリーズ、次のトライアルラウンドは8月16日火曜日、金沢競馬場で行われます。お見逃しなく。